お二人が一番好きなおにぎりの具、もしくはこんな変わった食べ方なんだけれども美味しいよっていう食べ方があったら紹介していただきたいんですけど。具、具はね、今で言うと当たり前のようになってますけど、チキンね、いわゆるなんていうの、シーチキン、なんていうの、ツナマヨツナマヨっていうんですか、はい、あれって我々ちっちゃい頃に発明されてるんですよ、多分。発明、はい、僕リトルリーグ小学校の時に母親、さっき言いましたおにぎり必ず持っていくって、はい、知り合いが中にねツナマヨ入れてたんですよ。でそれパンだったら分かるけどおにぎりに合うのっていうとこから、これすごい美味しいんだよってなって母親に作ってもらってのツナマヨなんですよ。多分その時期ぐらいから多分コンビニとかにもツナマヨって出てきてるんですよね。まだですよね、長谷川さんも多分そうでしょ。あ、そう言われれば先ほどパンでしたね。ですよね。だからなんかその時の衝撃的な美味しさ、うまいですよね、ツナマヨね。我々が小さい頃に現れた。現れたんですよ。梅干しとか鮭はもともとあったけれども、うん、ツナマヨうまいですね。合いますよね。富澤さん、はい、鮭です。はい。理由は別にない。あとは何ですかね、その味噌おにぎり。あ、仙台の。仙台の。はい。はい。これ、焼きおにぎりっていうと、大体醤油でこう、つけて焼いたやつじゃないですか、関東は。仙台なんかは焼きおにぎりっていうと、味噌なんですよ。味噌を、まず味噌おにぎりを作ってそれを焼くんですよね。うん、それが、いわゆる焼きおにぎりなんですよ。うん、すごい美味しいですよ。まあ、しょっぱいの好きなんです、東北の人はね。うん。ぜひ試してください、長谷川さんも。ありがとうございます。ありがとうございます、そして今回、まあ、CM キャラクター8年目ということなんですけれども、はい、7月に発表されましたビデオリサーチの好感度調査で、なんと2人は大谷翔平さんを抜いて12連覇されているという好感度。12連覇、はい、なんですが、我々は大谷君に入れてるんですけどね。あ、そう、入れるシステムとかあんの？いや、わかんないです。最近こんないいことしちゃったっていうエピソードと、反対にあ、ちょっとこんないけないことしちゃったエピソード、両方伺えたらと思います。いいことしちゃったはなんだろうな。さっきトイレ行ったら、うん、トイレ行った後紙あるじゃないですか、うん、あれを捨てるとこがものすごいいっぱいになって下にも落ちてたんで、うん、全部拾い捨てましたね、うん、素晴らしいです。ありがとうございます。綺麗なんですけどね、東京ドームホテルのね、トイレはね、裏はすごい汚かった。やめなさいですよ。よくない、よくないよ。よくないです。よくないです。貸していただいてるわけですから、我々ね、はい、はい、確かに山盛りになってましたね。いけないことは何でしょう。いけないこと、なんですかね、僕が手やった紙はゴミ箱に入んなかったですよ。はい、矛盾してますね、言ってることがね、はい、うん、まあ、常にいいことを心がけてますよ。やっちゃったなってことは特にないですね、うん、すぐ記事になるでしょ、それ、ね、なんか例えば食べ過ぎちゃったとか、いけない食べ方をしちゃったとか。食べ過ぎたことは最近ないですね、一回もね、ここ数年。はい、何か問題でもありますか？衝撃的な顔してました。じゃあ、お痩せになられた？痩せてもいないです、だから維持っていうんですかね、50過ぎてちゃんとこう95キロあるっていうのがね、なかなか健康の証ですから。僕は生まれつき太ってるわけでね、その太ったねって言われると、え、いつか痩せてましたっけってなるんですよ。ずっと太ってますねって言われるのが一番いいですね、はい、太りましたねって言われると心外ですね。痩せてましたっけって聞くことになります。成長し続けて、はい、ずっと維持してるって言ってもいいし、いくら食べても100は超えないんですよ。100超えるってやっぱ才能ですね、うん。そして何の話を聞かされてるの？はい、それでは上手の方よろしくお願いします。ありがとうございます。下手のスチールの皆様よろしくお願いいたします。
。